顔を一気に。はい、皆様おはようございます。では本日ですね、4月の20日か、体重を測っていこうと思います。はい、50.8 キロですね。まあ今ね、絶賛女の子の日なので、まあ、増えてるのは増えてるっていうか、なかなか、減りづらいのはしょうがないかなっていう感じです。はい。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、皆様こんにちは、ムーンです。それではまた、ダイエット Vlog ですね、また新しい習慣始まっていきます。はい、で先週のダイエット Vlog 見てくださった方はわかるかと思うんですけれども、体重がね、もう絶対お前40キロ台入るやろって、もう好きなもの食べなさい食べなさいみたいな感じの ね流れの中で、まあ女性特有のね、あの体の問題が起こってしまいまして、はい、まあお預けになったわけです。まあね、まあ言うて、あの週始まったばっかりですので、まあね、今日はね、やっぱさすがにへこんでしまったので、まあ、食べたいものを食べますがチートデイみたいな感じでね、また明日以降は普通のねダイエットの食事を続けて頑張っていこうと思います。はい、そうチートデイしてもね、あのちゃんと次の日節制すれば1日2日で体重戻りますんで、そうそう、それを免罪符にして、はい、これからちょっとラーメンを食べようと思います。ということで、また1週間の食事記録スタート。はい、では今週も1日目からやっていきましょう。1日目はいつものメニューですね。サバ缶にちょっとハマってるというか、サバ缶美味しくってね、最近よく買うんですけれども、朝はサバ味噌煮缶と、あとゆで卵と納豆ですね。でお昼がね、これにオートミールを使ってお粥を作ったんですよ。これがね結構美味しくって、であとはね納豆とサラダチキンでした。はい、いつもの組み合わせです。でも美味しいから飽きないですよね。で、オートミールでお粥を作る方法なんですが、まあ、お米で作る場合と全く同じですね。オートミールより多少、多めのお水で煮込むだけですね。で、まあ、味付けはね、鶏ガラスープの素とかご自由にって感じです。はい、これがめっちゃ美味しかった。卵入れても美味しそうですね。で、この後ちょっとね、Amazon から荷物が届いて、で、ピンマイクもう使ってるんですけど、モッパンの動画とかでは、はい、ピンマイクを買いました。まあでも言うて2500円ぐらいのね、安いやつなんですけれども、の音拾ってくれるし、ね、割と使い勝手がいいです。で、あとはこれリップですね。はい、スーパーステイマットインク、はい、メイベリン、これめっちゃ神です。はい、2日目です。で、2日目はね、まあこれね、別動画で食べた内容なんですけれども、朝がね、8点堂のカスタードケーキとチョコパイですね。で、これがそれぞれ130キロカロリーと191キロカロリーでした。で、お昼はね、これも別の動画で食べたんですけれども、カムジャ麺ですね。韓国の、ジャガイモが麺に練り込んであるっていうインスタント麺なんですが、それが500キロカロリーで、で、その後のおやつ、これもね、動画で食べました。マヨネーズのおかきが197キロカロリーと、じゃがりこが258キロカロリーですね。この日の合計が1276キロカロリーでした。はい、ちょっとね、なかなかね、体重が減らないことにしびれを切らしてね、動画でちょっとチートデイをやった日でございました。はい、そして3日目、この日はね、調整の日でした。前日は結構食べちゃったからね、朝は昨日ちょっとお菓子の時に食べてたじゃがりこの残りがあったんで、それを食べたのと、あと干し芋ですね。で、おやつの時間ぐらいにサラダチキンを2つ食べました。はい、こんなサラダチキンスーパーで売ってるんですけど、味がね結構しっかりついてて、で、なんか3パックのセットで売ってあってね、ハムのなんか3つセットみたいな感じで、あんな感じで売っててね、結構美味しいのでおすすめです。どこのメーカーさんのなんだろう。はい、Amazon でね買ったものが届きました。1つ目はね、これで、なんかモッパンの方が取るときになんか飲み物飲むので使えそうかなって思って、この蓋とストローを使うかどうかわかんないけどね、これちょっとメイソンジャーみたいな感じの、コップが可愛いなって思って買いました。はい、やばい、今すっぴんメガネだからちょっと映り込んでたら申し訳ない。で、あとね、これはね、ちょっとね、Amazon でね見つけてね、めっちゃ可愛いって思って買ってしまったんだよ。泥棒猫プレートだって。ちょっと中が、見てください、こんな感じの
プレートです。かわいい。でも結構重い、ずっしりくる感じ。はい、まあね、パン食べたりとか、なんか朝食とか、なんか軽くなんかお菓子お皿に移すときとかいいかもしんないですね。かわいい猫のプレート。実はね、それ猫のコップも買ってるんですけどね、まだ届いてなくって、また届いたらご紹介したいなと思います。はい、そして4日目です。でこの日はね、まあ唐揚げを死ぬほど食べた日でございました。動画投稿してあるので、よければ見てみてください。はい、もうね、カロリーなんて数えてないです。もう無限大です、無限大。はい、で唐揚げだけだとはまだ良かったんですけどもね、さらにお酒も流し込みました。まあでも幸せな時間でした。ごちそうさまでした。それでは5日目ですね。5日目はもうね、もうさすがに調整しないとやばいということで、1日1食でした。で、お昼に、唐揚げを乗せたサラダですね。唐揚げが残っちゃったのでね、それでアレンジしてサラダを作ったんですが、それを食べたのと、あとはロカボナッツですね。で、それがね、これね、糖類ゼロショコラケーキっていうのがね、スーパーで売ってあって、他にもなんかバニラのケーキとかあったりするんですけど、なんか今 CM でやってますよね。なんか、なんだっけ、砂糖ゼロ、糖類ゼロのアイスとか、なんかそれのシリーズで出てるケーキなのかなって思うんですけれども、それも食べました。普通にね、チョコケーキで美味しかったですね。なんか砂糖が使われてない感じあんまりなかったです。また食べてみようかなって思ってます。6日目で、6日目なんですけど、朝からですね、これもちょっと唐揚げのアレンジ料理ですね、残っちゃったやつで、唐揚げのピラフと、あとね、クッキーを食べました。で、ちょっとね、ダイエットの方向性をまた変えていこうかなって思ってて、最近ちょ今までね、カロリー計算してたんですけど、ちょっとカロリーを計算しないで、まあ1日の適正カロリーっていうのをね、ちょっと探っていこうかなっていう方向にどんどんシフトしていこうかなと思っています。なので、ね、ちょっとね、カロリー計算はしてないですね、この日は。でお昼はね、ちょっと写真撮り忘れたんですけども、相変わらずね、唐揚げのっけのサラダが残ってたんで、それを食べました。はい、それでは今週最終日7日目でございます。で、お昼にね、ご飯を食べました。で、お昼ご飯が、サラダチキンと納豆と、あとヨーグルト、それから、ロカボナッツと糖類ゼロのショコラケーキということで、まあ、いつもの組み合わせにプラスちょっとね、ヨーグルトを入れたって感じですね。ヨーグルトね、私あんまりね、なんかダイエットしてる時ぐらいにしかあんま好んで食べないんですよね。まあ嫌いじゃないし、むしろ好きなんですけれども、なんでやろう。で、夕方にちょっとお腹が、小腹が空いたのでね、玄米粥を食べました。なんかちょいちょいね、やっぱちょっとお米を食べていく生活をね、取り入れていきたいなと。そう、なんか今まではオートミールとかで代用してたんですけれどもね、やっぱりお米がね、一番なんかダイエットのする上でもね、やっぱりまあ食べ過ぎはダメみたいですけど、いいみたいなんでね、やっぱりお米って噛むしね。はい、だからちょいちょいにお米も食べていきたいなっていう考えでございます。ということで、はい、1週間の紹介でした。お疲れ様でした。はい、ということで1週間の食事記録をお送りしてきました。はい、先週はいろいろ食べたね。まあ一時的にね、40キロ台に入って、でそれでね、唐揚げをめちゃめちゃ鬼のように食べたっていう、はい、お話だったんですけれども、まあ、それ以外もね、割とね、しっかり食べたっていうのと、今ね、ちょうど月の使者が来てるんですよ。ね、女性だったらわかると思いますけれども、それもあってね、やっぱり体重がまあ増えて、でそれからなかなか減らないのはやっぱりね、生理前と生理の間だからかなっていうのは思ってますので、またね、生理明けたら減っていくんじゃないかなと思っております。はい、そう、今日ね、さっき病院から帰ってきてね、まあ異常なしって言ってもらえたんで、ああよかったって感じだったんですけど、はい、まあそれでもね、やっぱり引き続きね、やってダイエットはね、続けていこうかなって思ってるので、病院の先生にもね、まあ毎回ね、問診の時体重測るんですよ、先生の前で。でそれでやっぱり減ってたからさ、痩せたねって言われて、あ、はい、ダイエット頑張ったんでみたいな感じでね、ちょっとお話ししてたんですけれども、はい。さて、今週からですね、ちょっとまああれ、どこかのタイミング、この動画で話してるのかな、わかんないですけどね、ちょっとまた方向性を変えていこうと思ってて、でまあ46キロを目指すのは変わんないんですけど、体重
これなんか今まで、まあ、カロリーの計算をしてたじゃないですか。ちょっとねあれをねどん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 外していこうかなと思ってます。やっぱりさ最終的には普通食に戻すっていうのが大切だと思うんですよ。なんかずっとこのままなんかダイエット食を続けていくのもっていうのも あれなんで、ね、普通の食事に戻さないとやっぱなんか食べることに対する罪悪感っていうのがなんかどん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 出てきちゃいそうな感じがするから、はい、なのでなんか1日でなんか自分の中でこれぐらいまでだったら食べてもいい、そんな体重増えないでしょっていうラインを探っていくような感じにしようかなと思ってますので、まあ、カロリー表記したりとかカロリー表記しなかったりっていうのが出るかなと思います。1日 の食事記録でね、はい。まあ、引き続きね低糖質の生活とそうじゃない生活、まあ、できれば交互にっていうのが私の中で理想なんですけど、まあ、なんか体重と か, なんか自分の欲求に応じてですね、これからはなんかこの日はなんか結構食べたから、明日明後日は低糖質の生活にしようとか、ちょっとなんか、ね、生理前で食欲が出ちゃってるから今日と明日は、低糖質じゃなくって、まあ、自分の中で食べたいものを程よく食べる生活にしようみたいな、そんな感じでねちょっとやっていこうかなと思ってますので、まあね、今までと少し変わるかなっていうのは、はい、自分の中で思ってますので、ね、ぜひよろしくお願いいたします。そう早くね46キロまで減らしたいんだよな。なんかね今日病院で体重を測ったんだけど先生の前でなんか服脱ぐわけでもないし靴も履いたままで測るからやっぱりなんかその分がプラスされるんですよ。でプラスした時の体重が私52キロだったの。まあ、なんかデニムとかも履いてるし、まあ、重くなるのはしょうがないって思うんだけどやっぱりね許せない52っていうのは。そうだからなんか服着た状態でも、まあ、50点何キロとかそれぐらいまでは行きたいかなみたいな夏までになので頑張っていこうと思います。はい、ということでじゃあまた来週のダイエット Vlog でお会いしようかなと思うのですが、ちょっと待って今日さ病院頑張ったからさちょっとご褒美を食べていいですか。ご褒美をちょっとお茶飲もう。これね病院の売店で買ってきたなんかこういうの出てるのはね、まあ、伊右衛門の京都ブレンドってやつ、はい、ちょっといただきます。そうちょっとご褒美タイムをしましょう今回もね。前回はあれを食べたんですよね、八天堂の、チョコパイとかあれを食べたんですけどね、ちょっと今週もね食べたいやつがあるんですよ。はい、ということで持ってきた、あ、そう先に これじゃないんだけど今日食べるの紹介しておきます。これね今日ね病院の売店で買ってきたんですけどこれ超美味しかった。みんなもね見つけたらぜひ買ってみてください。コンビニとかで多分取り扱ってると思います。これルマンドのねマイルドビター、なんかよく見るルマンドのこのなんだろうパックに入ったちっちゃいタイプっていうのは結構前から出てたんですけど、なんかねこのねビターチョコのやつは私初めて見てちょっと白飛びちゃってて申し訳ないな。これめっちゃ美味しかった。ぜひぜひ食べてみてください。ねルマンドのサクサクのクレープ生地の周りにビターチョコがコーティングされてる、はい、お菓子でございます。めっちゃ美味しかった。まだねちょっと残ってるんですけどゆっくり食べようと思います。それでですね今日食べるのはこちら、見えるかな見えるかな、ちょっと暗くするかライト申し訳ねえはい、こちらドナルドのケーキです。ディズニーの、ちょっと開けるか、よいしょ、はい、じゃーん、かわいい。これね夫がね買ってきてくれたんですけど、なんかセブンイレブンで今あるみたいで、なんかデイジーとあとドナルドのケーキというかなんかムースなのかなが今発売されてるみたいで、これはね私ね病院からね帰ってきて何も異常がなかったらご褒美として食べようって思ってたんですよ。なので今日いただきます。よし食べようと思います。ね病院がある日はね基本的に何も入れないようにしてて、というのも疲れるから精神的に、はい、なので何か何もなかった日はねもう悠々自適な気分で一日過ごせるわけですよ。ということでいただきます。後ろからいくか。おう、うん、まあケーキというよりムースですね。うん、これ見てください。これ中がチョコのムースが
入ってて、はい。なんかレイジーの方はなんかイチゴかな、なんかベリーのムースが入ってるらしい。あ、でもスポンジも入ってるな。うん、うまい。病院でさ食べてきたんですけどね、私お腹が空いて、もう朝から絶飲食だったから飲み物も飲んだらダメだったんですよ、検査の都合でね。うん、上チョコだ。だからね、病院終わった後にあれを食べました。おにぎりとサンドイッチと、あとね、ルマンドルマンド食べた。うん、ちょっとね、そんな1日の様子はね、なんかあの今ね Vlog 撮ってて、でまあなんか病院行く日の1日みたいな感じでね、動画にしようと思ってるので、まあ投稿されたら見てください。うん、そう、今日ね朝ね、あの5時6時前起きだったんですよ。もういろいろ準備とかあって、朝も早かったから検査の、だからまあゆっくり過ごそう今日は。まあでもね、 Vlog 撮ってるから撮影はするんですけど、お顔がどんどんなくなっていくコンビニスイーツはどれもレベルが高い、どこのも。あ、目を食べるぜ、いただきます。よし、顔を一気にごちそうさまでした、美味しかった。よし、ということで、じゃあ今回はね、なんかいろいろの病院の話も少ししつつって感じだったんですが、もうね引き続き、あのまあ来週はあれでしょ、来週はあれでしょ、まあ生理も多分終わってると思うから減るでしょと思いながらね、頑張ってやっていこうと思います。はい、ということで、じゃあまた次回ですね、お会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。また次回。